皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっとね、近いよ。塚田くんが近いよ。山ちゃんも出てる。山本はいいんですけどね。困るよ、ちょっとね、変わろう席。本当に変わりたいです。やだ。即答。それはやだ。やだして。すみません。斉藤涼子です。山本です。佐藤和です。最近ね、ちょっと S なの、岡ちゃん。怖いよ。それ嬉しいんですか？え、なんだっけ、よりきり。よりきり恋人力士のリリーちゃん。にいっぱいコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。本当、なんか賛否両論だったじゃないですか。いいやつからいきましょう。じゃあ、いいやつね。はい。はい、荻野さん。やばい、笑い笑い笑い、めっちゃ声出して笑ってしまった。何なのこれ、 OL さん折れてるしということで、折れてました、折れてました。あれ、岡ちゃん最初見た時どう思いました？僕は3の方ですよね。めちゃめちゃ面白かったなって。私も初めて見た時に家で見たんですけど、一人で一回止まったよね。え、処理が追いついてる。そう、頭の方の処理がなんかバッファがなんか、えっつって何回か見て、やっぱりなんか飲み込めなかった。山ちゃんは？僕は見たし、めっちゃ面白かったですね。なんか、昔のフラッシュって大体こんな感じだったなっていう、それね、それ、あのペリー、それがペリーみたいなこと、あの人が大体死ぬとか、いろいろあって、なんかこうね、文化の初期の面白さが、ね、ケンケンさん、2001、はい、このアニメ先が思いやられる、東京倉庫のイメージが変わる、イメージが変わるというコメントが来たんですけども、はい、だから僕の東京倉庫の本来的なイメージってこれが、逆にこれもうストライクな感じだと思うんですけど、どうですか？でもそれ、そうだと思います。なんか最近が逆にちょっとポップな感じでしたからね、なんか戻っていってる感じがある。バットなコメントも、バットなコメントいきますか。ノブ石井さん、何が面白いのかわからないし、制作者の意図もわからない。現代の風刺画をなんか体現したらどう、こういうことだっていう感じだと思ったんですよ。なんか風刺画をもっとわかりやすくした、一般向けにした風刺画みたいな感じだったんですね。狂気、狂気言われてるけど、これ狂気だなと思いました。これぞ狂気ですよね。嬉しいの来たんですよ。りょうこさんシリーズとの高評価のためっていうコメントをね、くださった方がいらっしゃるんですよ。みんな高評価とか言ってる、すいませんね。山ちゃんが処理を俺に求めて。いやでも確かにそうだったんで、確かにとしか言いようがない。もうちょっとなんか言ってよ。コメント返信の、ナモナモナモロックさん、マチルダさんと反対にナスさんがおしゃれになってる気がします。あの緑かな、ジャージは今年は着ないのですか？次回はナスさん希望です。そういえば今年になってあの服着てない。ナスさんのおしゃれドアップはどうですか？だって社長の服着てるんだからね。そうです。そうなんですよ。見覚えありませんか？夏が着てる服全部社長のお下がりなんですよ。2着。それはね、それ2着着回してるんですよ。着回しで毎日黄色いなみたいな。そう。それはおしゃれにも見えますわね。でもこあのよくね、夏は迷彩のパンツを履いてるんですけど、小菅がその迷彩のパンツを超ディスってた、この間。迷彩はどこら辺がこうディスポイントなんですか？おすげどう？着る神経が分かんなくないですか？そこまでいっちゃう。もう生物として否定されてるんですね。え、ダサすぎるってこと？はい。ナス反論は？ありません。返す言葉もございません。じゃあ育乳でストーントゥーロールさん、脚本はどなたが執筆を、あの育乳の脚本について聞かれてまして、もうそのまま他の方が野生さんだった気がします。まあ、野生さんですね。いつも最初に読んだ時どう思うんですか？そもそもよくぞこんなに私のことを観察してくださるなという感じですね。過去に考えたことのあることが全部書かれているので、すごいなって思います。
本当にあこれ私思ってる思ってるみたいなことばっかりで、うん、結構本当にリアルなんですよね、うん、すごいと思う。だから一人で焼肉は行くんですか？あ全然行きますよ。やうん、食べました。一人で焼肉。社長と小菅のゲイの、はい、東京倉庫物語です、はい、普段史的に最高のパターン山口何さんですか？何さんですか？これ昨日、社長ご夫妻と、まあ、飲んでて、うん、小菅来たんですよ、うん、途中で。そしたらやっぱり奥さんが第一声でめちゃくちゃ怒ってましたね。なんて？このここにはこう乗らないようなさらに過激な写真があったらしく、それ見て小杉が詰められてましたけど、まず謝ることないってリリちゃん、こういう自撮り女子っていうのは、うん、女子から見てなんかどうですか？寄り切りたくなりますか？いや私もやるから私寄り切られてるみたいなとこあるよね。山ちゃん的には？僕は別に嫌いじゃないですけど、これに関して自分で保険コメント書くやつが嫌い。どういうこと？もっと痩せたいみたいな感じか、もう全然可愛く撮れなかったよみたいな感じで自動に上げる。基本的にだからリリーちゃんもそうですし、うん、昔のあのほら石板マンもそうなんですけど、東京倉庫が切りたい、バッサリ行きたいって思う対象の人って基本私なんですよ。そうですね、モデルですよね、うん、ああいるわみたいな、ああいうやついるわみたいな、うん、そのだいたいこう、まあ、良子だよみたいな空気がありました、ねあまあコメント返信にいただいた、荻野さん、私をマチルダちゃんさんおしゃれだと思うんですけどね、うん、東京倉庫の活発な動きを見てると仕事頑張ろうと思います、あと、ここです。あと、那須くん彼女の那須くん那須くん彼女の応募フォームはどこですか、うん、結構でその後にレゴポンさんが彼女募集は多分作られるでしょう、楽しみですね、カップルになる家庭も見れるとこだけ見たい気がする、きっと彼女できますね。わお応募フォーム作ったら来るっていう、来るのかな、じゃないですか。これは応募したいんじゃないですか、ナス君。いやこれどうせ作ったら誰も来ないんですよ。いや女子ってそういうもんですよ。なんで女を語った？ヤマちゃんとかなんかこう寂しくなってるし、ね、もう寂しいですよね。なんかそろそろ人の作った料理が食べたいなって思います、ね、おお、はい、じゃあ彼女ラスト一緒に山本も彼女募集フォーム作りますかそうですね、作ろうそれいいのが作ったらなんかこうラスピードラーニングとヤマピードラーニングの売れ行きの違いみたいなことならん大丈夫？いや多分どっちも来ないです、ね、どっちも来ないんです、ね、ガチボです。本当に応募していただいて構いませんので、一緒に山本とご飯を食べてくれる、うん、食べてください、うん、ぜひ友達からお願いします本気で言ってるんで。それは男性でもいいですか？女性限定か、まあ、友達、男女、友達からお願いしたいです。ちょっと説得だねはい、というわけで本日もコメント返信ありがとうございました。ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。お願いします。おやすみなさい。インスタとか見ててさ、これ誰が撮ったのかなみたいなのを上げてる人とかいっぱいいるでしょ、うん、自撮り インカメラじゃなくて明らか遠いやつだけど一人で写ってるやつとか。私の場合はタイマーで撮るんですけど、他の人もタイマーで撮ってるんだとしたら、なんかちょっとその図をねこう想像するとさ、ちょっと間抜けだよねと思って。そうです、セットして小走りで戻ってポーズ決めて、決めてそうどうだったかなってこう見るわけですよ。でしかも何回もね撮り直しとかしてるのかなとか思うとさ、なんかちょっとね、そういうのは面白いですよね。そう